どうも、そじゃない人です。この間ベストアーティストありましたけど、この年末にかけて歌番組いろいろあると思うんですけど、そんな歌番組乃木坂46も出演するということで紹介していきたいと思います。まず一つ目は FNS 歌謡祭2020に乃木坂46が出演します。この FNS 歌謡祭なんですけど、2週連続での放送となっていて、12月2日、12月9日それぞれ夜6時半からという感じになってます。乃木坂46はどっちに出るかっていうと第1夜の方です。はい、第1夜の12月2日夜6時半からの方に乃木坂が出演するんですが、第2夜の方にはいくちゃんが出演するということで、もう乃木坂はどっちも見ないといけないっていうね感じになってるんですけども、第1夜の方で乃木坂が何を披露するのかっていうのはね、まだ公式から分かってないんですけど、まあおそらく26枚目シングルなのかなと思ってます。僕はベストアーティストでも披露したし、まあもしかしたら違う曲かもしんない。で、第2話の方のいくちゃんに関しては夢のコラボレーションっていう感じで、森山直太朗さんといくちゃんで愛し君へっていう曲を披露したりだとか、中島みゆきの名曲をっていうコーナーでいいのかな、で徳永秀明さんといくちゃんで別れ歌っていう曲を披露したりだとかっていうのがすでに分かっているんで、いや、いくちゃんほんとすごいっすよね。第1夜第2夜ともに見逃せないこの FNS 歌謡祭となっておりますので、ぜひ皆さんお見逃しなく。次は M ステウルトラスーパーライブに乃木坂46出演します。放送日時は12月25日の夕方5時から11時、夜の11時10分、22時、23時だ。23時10分ということで、6時間超えの生放送となってます。そしてクリスマスよ。ある意味クリスマスのこの時間ってリアタイで見れる人あんまり多くないというか、クリスマスはだってね、ぴょん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 でしょ？だからもしかしたら見れない人の業態の人でもね、いるかもしれないですけど、僕はもう6時間テレビの前で M ステの生放送ずっと見てるわ、クリスマスに。で、曲で何を披露するのかっていうのは分かってないんですけど、これもどうなんだろう、26枚目シングルなのかな。でももしかしたらなんかクリスマスっていうこの結構スペシャルな感じだから、複数披露するかもしれないし、また別の曲を披露するかもしれないしってところ分かんないんですけど、どの曲にしろこの M ステウルトラスーパーライブの乃木坂ちゃんのパフォーマンスを楽しみにしておきたいなと思います。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。以上の努力、声がついたらフォロー、コメントよろしくお願いします。バイバイ。